ルド高原における戦闘状況は完全に回避されたとのことです。代わりに実行犯である傭兵団を先方に引き渡すことになりましたが、まあ仕方あるまい。もとよりこちらの事情で起きた事件だ。通商会議を前にロックスミスに貸しを作ってやったと思えばいい。はい。ですが実行犯はともかく彼らの一人は取り逃したままです。おそらく幹部クラスであったのは間違いないのではないかと。そうだな。ここまでの仕掛けをされては我々も慎重にならざるを得まい。まずは帝都の実際、子供たちをどう動かすべきかな。おそらく本命は来月の通商会議と思われます。レクターさんは東に、ミリアムちゃんは西に。帝都は私が受け持つのが最善の対応ではないかと。同感だ。ならばそれで行こう。よろしく手配してくれたまえ。了解しました。閣下は私に甘すぎます。この程度の状況分析と配置、お試しになるには簡単すぎるかと。なに、君の能力に助けられているのは事実だ。実際の方は全て任せよ。なんだったら彼らも試しに使ってみてはどうかね。それは。閣下、失礼します。レーグニッツ閣下がお見えになっておりますが。なあ、入っていただきたまえ。かしこまりました。失礼します。おや、先客でしたか。いえ、閣下に報告をしていただけですので。ご無沙汰しております、レーグニッツ閣下。ああ、2ヶ月ぶりくらいかな。先月の帝都庁での記念行事、警備を回してくれて助かった。改めて礼を言わせてもらうよ。お役に立てて光栄です。担当者にも伝えておきますね。私はこれで。それでは失礼いたします。ああ、ご苦労だった。子供たちの筆頭、両方軍からアイスメイデンと恐れられているとは思いませんね。筆頭は彼女ではないがね。だが彼女も含め全員よくやってくれている。老怪なる大貴族ども、四大名門の古だぬきを相手に。そうですな。我々も我々で腹をくくってことに当たる必要がありそうです。そう言ってくれるとありがたい。
帝都ヘイムダル知事カール・レーグに使っか。こちらこそ。エレボニア帝国政府宰相ギリアス・オズボーン閣下。ああ、だからこそ私も出向くというわけなのさ。来月クロスベルで開かれる西ゼムリア通商会議、通商とは言いながら実質西ゼムリアにおける初の国際会議と言ってもいい。経済だけでなく安全保障を含めた総合的な議論が交わされるはずだ。なるほど。だから原子クラスの方々が各国から参加されるんですね。ああ、カルバード共和国からはロックスミス大統領、レミフェリア公国からは国家元首であるアルバート大公、そしてリベール王国からは女王代理のクローディア王太女、主催地クロスベル自治州からはクロイス市長とマクダエル議長、いずれも各国のトップかそれに準じる人間が参加する予定さ。その点エレボニアからは帝国政府代表のオズボーン宰相ですが、エレボニアの国家元首は皇帝である父上ですよね。ああ、だからこそ私のような一応皇族に連なる人間がついでについていくわけだ。参加者の釣り合いを取るためにね。一応だなんて。でもやっと納得がいきました。面目ないです。兄上に教えていただくまでそんな事情もわからないなんて。うん、最近このままでいいのかと思ってしまうことがあるんです。兄上に比べたらまるで勉強不足で力も機転も全然足りなくて、こんな僕がいずれ父上の後を継いでもいいのかって。同じようなことをリベールのクローディア殿下もおっしゃっていたよ。え？彼女も王太女という次期女王の立場を継ぐにあたり相当迷い悩まれたそうだ。しかし己の力不足を受け止めた上でそれでも前に進む決断をなさった。我が弟にもそれと同じことができないとは決して思わない。兄上、ありがとうございます。何よりも心強い言葉です。まあ君はもう少し自分のやりたいことをすべきとは思うがね。少しくらいわがままを言っても罰は当たらないんじゃないか。どうも勝負みたいで。兄上が羨ましいです。天衣無縫、自由闊達に振る舞えて。あまり私のような人間を見習ってほしくはないんだが。あとはそうですね、オズボーン宰相の力強さにもちょっと憧れてしまいますね。昨年の帝国交通法の導入も反対勢力を押し切って強引に踏み切ったそうですが、それ以来動力車の事故が激減したとも聞いています。父上の信頼が厚いのもうなずけますよね。ああ、実際あれは素晴らしい施策だったとは思う。帝都庁と協力してのキャンペーンなども見事だった。だが、もう兄様もセドリックもこんな昼間から政治談義なんて。アルフィン。おや、女学院の授業はもう終わりなのかい。ええ、下司祭の準備のため午前中で終わりました。それよりもセドリック、ちょっと気まじめすぎるわ。
私たちの年で政治なんて背伸びもいいところじゃない？いや、僕たちも15歳なんだから早すぎるってことはないんじゃ。そんなことより、宮殿のパーティーでもうちょっと大胆に振る舞いなさい。ダンスに誘われたくらいで真っ赤になるなんて情けないわ。ああ、それを言わないでよ。あの時のセドリックはある意味大人気だったようだが、母性本能をくすぐられたと霊嬢方が騒いでいたようだし。まあ、それは否定しませんけど、姉の私より可憐だったと殿方も噂していたくらいですし。さすがにそれは嘘だよね。そういえばアルフィン、君の方こそ今度の園遊会で一緒に踊る相手は決まったのかい？そうだよ。自分だって公式行事でのダンスはずっと避け続けてるくせに。それですか？当てはあるのですけど、うまく誘えるかどうか。これは驚いた。そんな相手がいたのかい。これは帝国時報あたりがいろいろと騒ぎ立てそうだな。アルフィンが公式行事でダンスなんて。やっぱり四大名門あたりの子息だったりするの？まだ秘密です。まあ貴族の方であるのは間違いないのだけど。そうそう、兄様、実はこのアルフィンから提案したいことがあるのですが。拝見、初夏の子、いかがお過ごしでしょうか。相変わらず身内相手に固いんですから。7月中旬、
トリスタの町は初夏を迎え、士官学院では学生服が夏服へと切り替わっていた。ようやく学院のハードなスケジュールに慣れてきていた。夏の盛りの前、まだ暑すぎず過ごしやすく気持ちのいい日々、そんな季節ならではの授業も先日から始まっていた。ウォーミングアップはこのくらいかしら。士官学院におけるこの授業はあくまで軍事推練。溺れないこと、溺れた人間の救助、蘇生法なども学んでもらうわ。人工呼吸もそうだけど、まずはリーンとアリサあたりで試してもらおうかしら。サラ教官、冗談よ冗談。でもやり方だけは教えるから、いざという時はためらわないように。異性同士でも同性同士だったとしてもね。当然。まあ、なんといっても人命に関わることですし。そのあたりの講義が終わったら一度タイムを計らせてもらうわ。手伝ってちょうだい。承知した。
は本気を出さないか。ラウラさん、なんで決めつけるの。見くびらないでもらおう。力の使い方を見ればわかる。先ほどのタイム、そなたの本気ではないはずだ。ま、それが礼儀じゃない。ソロ、ここはあんたが生きてきた戦場とは違うわ。共に競い合い高め合うための場所よ。それくらいはもう分かってるんでしょ。よし、それでは始めよう。してみるとかなりの体格差だな。体格で勝負が決まるなら俺たちの方がタイムがいいはずだ。多分筋肉と瞬発力の使い方が違うんだろう。位置について始め。ほとんど同着にしか見えなかったが。いや、わずかにラウラが先だったな。私も加わりたかったくらいだわ。さすがだね。そなたの方こそ。なのに、どうしていつも本気を出さない。別に、めんどくさいだけ。やはり我らは合わないようだな。